今日はブリヂストンの新しいスタッドレスタイヤブリザック VRX3 のテストをですねすべく北海道の旭川まで来ました。いい雪道があります。ここで、きっちり走り込んでじっくりチェックしてみたいなと思います。実は私はですねスタッドレスタイヤの理想像っていうのが頭の中にあって、それは何かというとモンテカルロラリーで一番速いスタッドレスタイヤだと思っています。モンテカルロラリーっていうのはスタートはですねドライの舗装、それからウェットになり、さらに雪はですねもうすっごいバリエーションがあります。降りたての雪、それから、上り坂だとだん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 ですね凍っていく雪、それから圧雪で、さらに新雪ももちろんあるし、下り坂のですねアイスバーンがもうほんとツルツルのアイスバーン、もうほとんど雪のデパートみたいなんですね。雪っていうのは時間と温度とそれによってもう1分ごとぐらいにグリップ力が変わります。でそれに対して、人間はまあ雪道を見ながら運転するんですけど、裏切られずにしっかり走れるスタッドレスタイヤで、しかもモンテカルラリースピード出しますから、スピード出した時にコースアウトしない、コントロールしやすい、でそれでいて絶対的なタイムが出ると、もうそれはもう全部できればもうスタッドレスタイヤ申し分ないですよね。私いつもスタッドレスタイヤの試験をするときにはクローズドされたコース、そういうところで思いっきりですね走らせます。でその時にコントロール性がいいか悪いか、スタッドレスタイヤって横方向もあるし縦方向、ブレーキも大事、加速も大事、上り坂ではトラクション加速が大事、下り坂とかあとミラーバーンとかではブレーキが大事で、コーナーでは横方向のグリップが大事、さらにグリップがなくなった時の挙動も大事、もうとにかく雪道を走るともういろんな条件が出てきます。その中で、いろんなところでちゃんと走れるというのが一番いいスタッドレスタイヤですね。でそういう理想像を持っていろんなこうスタッドレスタイヤを乗るんですけど、で普通の場合は今これ、雪道完全なこれ圧雪ですね。でここでこう走っていて、後続車全くいない、前の車が全くいない、こういうところでやってほしいのはブレーキです。ブレーキかけます。でブレーキかかりますね。でこの時の減速感を体で覚えると、そうするとそのタイヤってどのぐらいの横方向 G を出してくれるのかっていうのは体に分かるので、その後運転がすごく楽になるんですね。だからまず雪道に入ったら後ろいないところでブレーキを踏んでみて、どのぐらいの減速 G が出るか、ね、でできれば全く車いないところで振ってみる。でこれで車はどんな動きをするか、タイヤはどんなような性能を持っているのかっていう基礎的なインプットができるんですね。が、そこから走ると。一番大事なのは今こう下りなんですけど、下り坂のブレーキですよね。下り坂でブレーキかけて効かないスタッドレスタイヤが一番怖いです。で、普通の人が普通のスタッドレスタイヤ履いて普通の雪道走ってる時っていうのはもう全然グリップします。皆さん考えているよりもはるかにスタッドレスタイヤのグリップ力って高いんですね。でこのぐらいの、雪道圧雪路を走っているとおそらくほとんどの人が全く使い切ってない状態でタイヤを使っています。なのでこういうところでブレーキテストやって違いが少し出て少し勝った負けたしてもですね、ここで良くてもアイスバーンでダメだったら全く意味がないですから、ここで勝った負けたは、あんまり意味がないということだというふうに思います。で、VRX3、どうかというとですね、今回アイスバーンのブレーキ性能を大幅に高めたと。で、大体事故が起きるときはですね、車の限界を超えたとき。で、車の限界を超えるとき、一番多い条件がアイスバーンなんですね。そこでの、ブレーキ性能を上げたということで、そういう意味ではですね、一段と安全性が高まったタイヤになったのかなと。
で、そこでのブレーキ性能が僕はあの事故を防ごうと思ったら一番だと思います。今これ見えるのはちょっと黒っぽくなってます。これね、あの凍ってるんですね。ミラーバーのなりかけ、ブレーキかけます、なかなか滑りますね。で、こういうところでのブレーキ性能すごく大事ですね。こういう、まあ今横向いてますけど、この状態で踏んで、今向こう外にも膨らまない、ちゃんと自分のラインをキープできるっていうのはとっても安心ですね。で、これをどん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 スピードを上げていく、あのテストコースなんかだと、まあこういうところラリーのみたいにですね、まあ皆さん考えるような速度をはるかに超える速度で突っ込んでいきます。それで回れるかコントロールできるかっていうのをテストしてるんですね。もう橋の上滑りますね、普通ね。あいつはちょっとアイスバーンになってますね。ここに入った時に外側にこう膨らんじゃうようなタイヤは良くないですね。いいタイヤだったら全く限界を超えないというふうに思います。だからまあ雪道走る速度ってそんなむちゃくちゃ速いわけじゃないですから、もう一定の速度、一定のアクセル回路、一定の G で走っていて、そこで、ちゃんとそのタイヤの限界内でも上がってくれれば、まあ、何も起きないと。で、それでいいと思います。去年のタイヤ VRX2 というのも結構いいタイヤだって、出た時はもうすごいぞって言われたタイヤなんですけど、それよりもさらに 20% 短く止まれるとですね。これあの自動車メーカーのテストとかタイヤメーカーのテストって、あのものすごい厳格にやるんですよ。もう私たちメディアのテストで、精度テスト5回6回ぐらいで、あのまあこのぐらいかなっていうのをやるんですけど、もう1回通ったところはまたミューが違ってくるんで、うん、何度も何度もやってくるとツルツルになってくるんですね。で、それをタイヤメーカーはずらしてやったり、時間を変えてやったり、条件を変えてやったりしているので、まあ、ここはですね、なかなか嘘をつきにくいところなんですね。なので 20% 短くなるよって言ったら、まあまあ大体そのぐらい短くなってるのかなっていうふうに私は、これはあのブリヂストンだけじゃなくて、あの他のタイヤメーカーもちゃんとしたテストコースを持ってやってるところだったら、あの私は信じます。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。よろしくお願いします。北海道の、はい、雪とか、はい、寒くなるとか、一番そのシーズンっていうのは、はい、どんな雪になるんですか。やっぱり車走るところは、どん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 踏み固まってるような状態で、うんうん、もうがっちりした氷になるような感じですね。ですね。はい、まずだから新雪というか、はい、柔らかい雪がまずあります。はい、それからそれを踏みしめていく。はい、圧雪になってくると、はい、でその後、はい、アイスバーン、そうですね、うん、それがやっぱりあの他の地区とあの量ですねっていうのと、あとその踏み固められていく厚さっていうのも変わってくるんで、もう本当に層の厚いがっちりした氷になるっていう感じです。BS、うん、はい、のスタッフサイトのスタッフサイトね、はい、あのブリザックが、はい、まあ、人気があると、はい、聞くんですけど、はい、どの辺がこうお客さんに受けてるんですか。やっぱり一番もう指示受けてるのは止まれるんですよね、うん、氷の上でしっかり止まってくれる、はい、今年の出た VRX3 は、はい、アイスバーンの性能が、はい、ガクッてくなってくるじゃないですか。そうですね、はい、もうお乗りになりました。乗りました、うん、はい、どんな感じですか。やっぱりVRX2 の時と、はい、比べると全然やっぱりしっかり止まれるっていうのがもうなんか体感できるような。でも2も悪くなかったじゃないですか。2も悪くないですよ。で、出た時は、はい、すごくよいいって言われてましたよね。はい、でそれに比べてもいいっていう。それに比べてもはるかにいいと。はるかに、はるかにいいとです。はい、あの体感ですけれども、うん、はい、そうすると一番やっぱ事故が起きやすい、はい、まあ、どっちかっていうと僕もそう思うんだけど、はい、止まる性能がすごくいいってことですね。そうですね、はい、僕なんかだったら、はい、止まれるタイヤだったら、はい、保険に入るよりいいなと思うんです。そうですね、はい、それは皆さんどう考えるんですか。そう、うちでの購入してくれるお客様はやっぱりそういった考えの方が多くて、やっぱり事故してしまった時の代償の方が大きくつくんで、安いタイヤ購入するよりは一番やっぱり信頼できるブリヂストンのタイヤが欲しいっていう求められる方が多いです。比較的旭川はやっぱり、はい、
滑る地区なんで、はい、やっぱり最も効くものって選ばれる方の方が多いと思います。あ、ブリヂストンを、はい、のお店に来るような人っていうのは、はい、何かこう特徴というか、はい、こんな人っていうタイプみたいなのがあるんですか？ですね、そうですね、ちょっとうちのお店の方は、半分ぐらいの方が、まあ、輸入車はい、乗ってる方が多いんですけれども、はい、まあ、輸入車の方はまあやっぱり一番いいもので求められる方が多いです、はい。まあ、最終的には最後は ABS 頼みになってタイヤですよね、はい、そういうことで意識がある人が多いってことですね、はい、そうですね、まあ、僕らも自動車雑誌なんか見てる人って割とそういうなんか意識の高い人系が多いんで、はい、そういう人が、ね、いいタイヤ選んでくれると結局は安全になって、はい、事故がなくなって、はい、渋滞なくなっていいですよね。はい、そうですね。車言うのは楽しいですよね。はい。どうもありがとうございます。ありがとうございます。今いろんな雪道を走ってみたんですけど、やっぱりいいなと思ったのは、どんな雪道でも、どんな、まあ、速度域、どんな G でも、バランスがいいところでしょうね。で、雪道走って、スタッドレスタイヤで私一番大事なのはバランスの良さだというふうに思ってます。で、そういう点で言うと、まあ、日本の雪よく知ってるのかなと。ということで、できればモンテカルロラリー雪道これで走ってみたいなと思いました。